一の鳥居広田神社は、兵庫県西宮市大社町にある神社。式内社、二十二社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。日本初期に、当社の創建のことが書かれている。神宮皇后の三冠政伐に出発する際、アマテラス大臣の神託があり、和魂が、天皇の身を守り、 新たまが先方として船を導くだろうと言った。皇后のルースの間に、惜しく魔王が、神宮皇后とお腹の中にいる巫女を亡き者にしようと、証で待ち伏せていた。戦いを終え、きっとそれを知った、神宮皇后は、北ん海峡に迂回して、南波の港を目指した。しかし、南波の港が、目の前というところで、船が海中でぐるぐる回って進めなくなってしまった。 そこで、兵庫の港に向かい、真意を伺うと、アマテラス大臣の託船があった。荒玉を皇居の近くに置くのは良くない。広田国に置くのが良いと。そこで、皇后は、山城の猫の娘の早ま姫に、アマテラス大臣の荒玉を祀られた。これが、広田神社の創建である。この時、幾田神社、長田神社、 住吉大社に祀られることになる神からも託船があり、それぞれの神社の鎮座が行われた。すると、船は軽やかに動き出し、惜しく魔王を退治することができた。朝廷より厚い数計を受け、上岸10年21位に除せられた。演技式新明朝では、明神大社に列し、白川天皇の時代には22社の一社とされ、たびたび法兵直視の派遣があった。 平安時代後期より、仁義博白川家との関係が深く、代替わりのごとに当社に参詣していた。中世には、和歌の神として信仰されるようになり、社頭にて何度か歌合わせが行われている。元略元年、源頼朝が当社に、兵士の討伐を祈願して、淡地国、広田荘を寄進している。慶長九年には、豊臣秀頼によって、 大規模な社殿の改築が、抹社の恵比寿社ともども行われている。当初は、鉱山山麓の高熊原に鎮座し、後に三太ら市川のほとりに遷座したが、水害のため、享保9年に、江戸幕府将軍の徳川吉宗により広田さんの地に、遷座した。1871年には、官平大社に、列格下に劣格、列格かつて、ムカツボンと呼ばれた。 六甲山前山は、元は広田神社の車両であったという。六甲山大権現を古くからの祭神とする六甲、山の神社、向山神社席の宝殿イコール元広田神社の拙者、と六甲碑の地神社が、かつての奥の宮と考えられる。六甲碑の地神社は、インドの都来像、報道千人によって、大火の改新の頃に、付近の新行岩、雲が、 岩とともに、カラビツの吉祥院多文字奥の院とされた。六甲山登録の社家協山は広田神社宮寺家の所有地であったその名残という。1945年8月6日の西宮空襲によって社殿を消失する。空襲による全焼までは広田山に鎮座していたが、戦後その東側の現在地に移転している。1948年に、 神社本庁の別表神社に加列されている。本殿は伊勢神宮荒イグ宮の旧社殿を譲り受けて1963年に竣工したが、1981年に不慮の火災によって消失した。1984年に現在の本殿が完成し、2001年に鎮座1800年の季節を迎えた。広田神社を中心とする神社群は、 京から西国方向を目指す街道上にある神社ということで西宮とも呼ばれていた。西宮の語は後に広田神社の信号一体を指すようになったが行政区画では広田神社が向こう軍大社村、エビス社が西宮町となり現在は町村合併により西宮市に含まれている。エベス山で有名な西宮神社は 元は広田神社の拙者、浜南宮で、西宮神社境大社の南宮神社がその名残である。西宮神社も元は、浜南宮と呼ばれ、当社の境外拙者であった。六甲山の上社国宝殿、小葉の三つ伐辻群落。ありがとうございます。